この動画はゴミステーションの適正管理について、ゴミの分別、ゴミ出しの時間厳守、ゴミステーションの清掃の3つのポイントでお話しいたします。ポイント1、ゴミの分別。ゴミステーションに出せるのは、急分別の資源物と危険ゴミ、焼却ゴミ、不燃ゴミです。種類ごとにきちんと分別し、決められた曜日に決められたゴミステーションに出してください。透明、半透明のゴミ袋の口はしっかり閉じ、紙類は十字に縛るなどの出し方を守ってください。資源物の日は、4台のゴミ収集車がゴミステーションに別々に収集へ行き、収集を担当している資源物だけを収集します。そこで資源物見落とし防止のため、ゴミステーションを便宜上いくつかのエリアに分けて、それぞれの資源物を各エリアにある程度まとめておく仕分け排出にご協力をお願いします。資源物がゴミステーションに残っていても、種類によってはすでに収集されてしまっている場合もあります。収集後に出された資源物は収集されませんので、決められた時間までに出してください。ポイント2、ゴミ出しの時間厳守。皆様が利用しているゴミステーションは収集日が決まっています。地域によって異なりますが、決められた曜日の決められた時間、午前7時または午前8時30分までにゴミを出してください。種類ごとに収集量や持ち込み先が異なり、天候、道路状況によってもそれぞれの収集時間が変わります。収集が終了した後や収集日以外の日にはゴミを出さないでください。ポイント3、ゴミステーションの清掃。利用者間で話し合い、清掃当番を決めるなど、ゴミステーションをきれいに保つようにしましょう。ゴミが残っているとカラスに散らかされたり、収集日以外のゴミを捨てられやすくなります。ルール違反で残されたゴミは出した方が持ち帰って分別し直して出し直してください。ゴミステーションの適正管理にご協力をお願いします。詳しくはゴミ減量課収集指導グループまでお問い合わせください。